八戸事件は、同期5年12月に、新国公衆の新聞、中外新聞に掲載された、八戸純西くなる香港在住の日本人が寄稿した、政官論の記事が、きっかけとなり、日本と李氏朝鮮を呼び、新国との間の外交関係を悪化させた、事件である。政官論は、江戸時代末期の吉田昌院や勝海州らの思想に、 さらにこの事件はその後も10年近くを引き、後の高架島事件における両国観光省にまで影響を及ぼした。同治5年12月12日、新国の公衆で発行されていた中外新聞という火事新聞に、イギリス領香港に在住する八戸淳宿という日本人が政官論めいた記事を寄稿した。日本は軍備を西洋化し、 朝鮮を正当しようとしているとする記事である。新国の外交を担当する総理各国事務我問は、外国人が開港上で発行する新聞の内容を、上海の南洋通商大臣、天津の北洋通商大臣及び各税務士に毎月報告させて、情報源としており、この記事も、直ちに便利極地通商事務大臣に届けられ、総理画門へも報告された。総税務士、 ロバート・ハートからも詳細が報告されている。これらの情報を受け、翌同地6年2月15日、総理画門主催の共振脳が、同ミ三角に、記事の内容とともに、例部を通じて、朝鮮に密詞を送り、実情を調査させるべき旨を密葬として、上呈した。この上層は直ちに採火され、当時たまたま来進中だった、朝鮮の当時詞に、 早速例部からの私文が託された。この当時氏は翌月に朝鮮に帰国し、政官論を伝える密氏が朝鮮政府に届けられたのである。該当記事の内容はというものであったという。次節で述べるように、この記事の内容のほとんどはご情報から成り立っており、いたずらに外交摩擦を生じさせかねない文章となっている。田母橋清氏が近代日戦関係の研究で、 朝鮮に関する部分は全然無根で、なぜに彼がかかる流言を放ったか、理解するに苦しむものがあると述べている通り、八戸淳、宿という人物が、なぜこのような妄説を新聞に寄稿したのか、目的は全く不明である。ここで、八戸事件前後の日本、清志、朝鮮各国の外交関係について外観し、問題の新聞記事に対する反応に至った背景に、 ついてもべる。日本は、江戸時代を通じて、いわゆる鎖国政策を堅持しており、琉球、朝鮮以外の国とは国交を持たなかった。日清間には、正規の外交関係は存在せず、長崎の当人屋敷を舞台に、新国商人と日本商人との間で、制限貿易が行われていた。一方、朝鮮とは国交を持ち、将軍の代替わりごとに、 朝鮮から通信使が派遣される関係にあった。しかし1854年に日米和親条約が締結され、いわゆる鎖国体制は終了。以来、西洋諸国と条約を結び、近代的な世界システムへの参入が図られるようになる。その中で欧米から知識を得て、軍備を強化する動きは確かに見られた。しかし、上記の八戸記事に載るような朝鮮征伐計画は、 全く存在しておらず、記事が語る、当時の日本の状況も、は,なはだ不正確である。最も全てが虚偽なのではなく、以下のようにある、程度事実と見られる部分もある。中浜万次郎以上のように、わずかに事実と見られる部分についても、誤認や虚偽の内容が多く含まれており、正確なのは、英国留学生に関する部分のみと言ってよい。その他幕府が260諸校を結集して、 改正しようとしているなどは、同年に幕府が行った第二次長州政党で、薩摩藩などが出兵要請を拒否し、幕府諸藩連合軍が長州藩に敗北。さらに7月に将軍、徳川家持が休止して、徳川義信が徳川宗家のみを継承するも、将軍職就任を拒否するなど、幕府の統制が破綻しつつあった日本国内の 状況が全く帰り見られていないものである。また、朝鮮が5年に一度日本に徴工していたという記述は朝鮮通信使のことを指すと思われるが、これは建前上はあくまで真を通ずる対等な外交使者であった。ただし日本側はこれを調工施設とみなそうとする傾向があり、国内においては幕府から初代名へ朝鮮入港と通達しており、 朝鮮側も紛争を避けるためそれを黙認していた。さらに、江戸時代後期、国学やメト学の普及により、古代、神宮皇后の参観政抜等の逸話が親しまれるにつれ、朝鮮に対する別詞、軽視が進むようになり、皇術の処刑問題や政官論に連なっていく。八戸の記事は、こうした朝鮮に対する当時の日本側の見方を反映したものとみられる。 しかし通信誌が1811年以来久しく、途絶していた主因は、日本側の財政難にあり、八のの記述は事実とは異なる。実際には、この時期、日本から朝鮮への働きかけとして、攻撃を仕掛けるどころか、むしろ、フランスアメリカとの紛争を抱えていた朝鮮に対し、朝廷、仲裁の労を取ろうとしていた。津島藩は幕府に対し、 慶応2年11月23日朝鮮における紛争を上進し、雑誌するに忍びないとして、日本の開国の経験を生かして、大欧米諸国との調停を提案した。これは、八戸の記事が掲載される半月前のことである。翌月新たに十五代将軍となった徳川義信は、外交権が幕府にあることを固示するため、欧米諸国の公使とも頻繁に接触を図っており、 慶応3年2月7日に、大阪城へ、フランス公主ロッシュを招いて、日の絵とらような罪に関して、普通あさまの和議を調停する意思を伝え、外国奉行、平山義忠を制し、目付、小賀金一郎を福祉とする朝鮮施設を派遣する、内名を下した。翌日に、ロッシュの下へ、老中、板倉克樹を、老中閣、松平常母を派遣して協議させている。 このように日本から朝鮮への攻撃が計画されているという八戸の記事は実際の日朝関係の経緯を無視した全くの強法であり、後に幕府は朝鮮政府へはっきりと八戸記事を否定することになる。19世紀半ば二時にわたるアヘン戦争で敗北した新朝はヨーロッパ諸国の軍事的優位に直面した。新国内でも近代化の必要性を感じていた。 祖国藩、理工省ら、業務派と称された、漢人官僚たちにより、1860年代から中大西洋論に基づく、業務運動が展開されていた。その際、1850年代に開国した日本は、武器艦船の購入製造、留学生の欧米派遣など、自供政策を推進している手本になるという見方と、秋よからの和光屋豊臣秀吉による、 朝鮮出兵のイメージも相まって、清にとって将来的な脅威となり得るといった両面の見方が存在していた。アヘン戦争の敗戦後、清は欧米諸国と締結した南京条約、北京条約などにより、甲州一公のみで対外貿易を行っていた従来の関東システム体制から追加の開港場となった上海などを中心とした新たな貿易。 外交体制を築くため、皆、豊か11年に総理各国事務画門を設置していた。従来公的な通行関係を持たなかった、日本もまた、開国して間もなく、この新たな枠組みに参加すべく、1862年に、江戸幕府が、千歳丸を上海に派遣し、オランダ領事館を介して新庁と交渉していた。しかし新庁側は日本を、 欧米諸国と同列に引き上げることは望んでおらず、その後二度の交渉も頓挫していた。理工省用ウ派の意見をリードする理工,理工省は西洋では、下記製造は、新進性命の額と考えられ、国家的な事業として重視されているとして、中国もこれに習うべきことを日本の例を挙げて次のように論じている。このように成長の指導者である。 李工省は日本に対して自強の成果は認めつつも一定の警戒心を持っていた。そんな中、日本が朝鮮攻撃を計画しているという新聞記事が出たことで新朝官僚の日本への脅威が現実のものとなった意味は大きい。朝鮮は清氏にとって属国であり、それを狙うという日本への警戒も高まった。しかも当時、朝鮮ではすでに フランスとの間の武力紛争が起きていた上、米国船、ジェネラルシャーマン号への襲撃事件も発生し、朝鮮側はシャーマン号を英国船と誤認したまま、事件の概要、新国令部に報告していた。在信米国公使館よりシャーマン号の行方不明について問い合わせを受けていた。総理我問は、朝鮮からの報告にある英船が、実はシャーマン号なのではないかと疑い、 朝鮮がフランスに加えて、米英との紛争に巻き込まれることを恐れていた。そうした、状況した、八戸の生還記事が掲載されたのである。総理我問は、八戸の記事がもし事実であった場合、英仏米などよりも、日本の方が真にとって、重大な脅威になりうると判断した。というのも、日本の朝鮮出兵計画が英仏米など、他国の動きに乗じたものかどうかは分から 総理我門は、このように、八戸記事を現実に起き得る脅威と受け止め、例部を通じて、朝鮮に、三津市と五県の新聞情報を送り、実情を調査させることを上層したのである。ただし清氏が八戸事件に関して、直接日本の徳川幕府に何らかの働きかけを行うことはなかった。当時、日本は、真の朝工国でもなく、 新たな関係について交渉中の段階に過ぎず、表向き公的関係がなかったためである。この事件で、新朝政府が朝鮮に行った対応は、和光の記憶と日本の自供という認識をもとに、朝鮮問題に限って言えば、英仏米などの列強よりも、日本の脅威をより重視していたことを示している。本来、1861年に総理賀門という機関が設置されたきっかけとなった、 上層文では、清にとって、英仏前よりも、領土的野心を持つロシアがより危険であるという、対外観が表明されていたが、1870年代以降の解剖、細胞論争においては、日本も、ロシアと同じく深刻の主敵であるとの認識が高まる。この認識は、高下党事件や琉球処分を通じて、より広まっていくが、八戸事件こそがその端緒になったと言える。 沖のり大院君朝鮮は14世紀の建国以来、時代降臨を胸とし、明、真の王朝交代後も満州王朝である清を宗主国と仰いできた。また、日本との関係は、文読、慶長の役で断絶した後、江戸幕府が断絶していた日朝国交を回復するため、津島藩を通じて、中世に行われていた朝鮮通信史の復活を打診してきた。 そこで朝鮮側は、富山に和官を設置して、津島藩市を常駐させるとともに、新将軍就任を経過する名目で、通信士を派遣することとなる。しかし、施設団を接遇する幕府や諸藩の負担が次第に重くなり、1787年に11代、徳川家成が将軍に就任した際には、老中、松平定信により経費節減のため、 目的地を江戸から津島に変更する駅地兵令が提案された。これに反発した朝鮮側が難色を示し、結局通信士の派遣が20年以上遅れて1811年まで延期された経緯があり、それ以後は通信士は派遣されることはなかった。朝鮮にとって八戸事件の起きたこの同地5年という年は、排外運動が一つの頂点を迎えた時期でもあった。当時、 国王の位に就いたばかりの構想は年少であり、排外主義的な傾向の強い父親の利用が、摂政として国務を取り仕切っていた。1864年、大陰君は清を除く他国との通称、交流を禁止する強力な鎖国政策を開始していた。1866年2月には、大陰君政権によるフランス人宣教師及び、 朝鮮人カトリック教徒に対する大弾圧事件があり、その報復として10月には、ロゼ少々指揮下のフランス極東艦隊が、高架島に来襲して、朝鮮軍と戦闘し、1ヶ月余りにわたって高架府を占領し、観光加工を封鎖した後に、朝鮮側に撃退され撤退するという事件が起こっていた。またそれとは別に、8月には、アメリカの武装商船ジェネラルシャーマン号が、 大動行を訴状し、キロに座礁した際に、朝鮮民の攻撃を受け、乗組員全員が殺害されるという事件が発生していた。このような状況にあった最中、同治6年3月に、総宿二期予から帰国した当時氏が、日本の政官計画を記した、八戸の記事を伝える新国令部からの私文、及び、総理我門が集めた、新聞情報をもたらしたのである。それらによれば、 米国軍艦は中セット号がシャーマン号事件調査のため朝鮮に派遣される予定であり、英仏前が朝鮮に軍艦を派遣して通商条約を締結しようとしていること、日の絵虎うな罪でフランス艦隊が撤退したのは天候悪化のための一時的なものであり、春には再び朝鮮を攻撃するつもりで、その際日本も出兵を企んでいることなどを伝えてきた。フツ 米両国との紛争に加え、日本による攻撃の可能性があるとの情報が、朝鮮政府に与えた危機感は大きく、大陰君政権は事態を重く受け止めるとともに、早急なる対策を講ずる必要に迫られた。八戸の記事を伝える新国令部からの私文は、僕刑事を通じ東津津の現場司令官にまで、回覧されたことがわかっている。八戸の新聞記事で最も、 朝鮮政府を刺激した部分は、一朝鮮が日本に朝行を続けたとしている点と、二日本が朝鮮を討伐しようとしているという二点である。清を総主国とする朝鮮が日本に朝行しているというのは、たとえご情報に基づいていたとしても、清への忠誠心を疑われることになりかねない。そのため、朝鮮政府は新国に対して、朝鮮が日本に朝行したという事実はなく、 その他も事実無根であるとの弁解を直ちに真の例部に開始した。同時に、津島藩を通じて、江戸幕府に対して、霊宗三藩、利用の名義による処刑を送って、八の部発言について質問し、八の部が記す、聖寛計画についての説明を要求した。なお、上記の二点のうち、日本への処刑では二の点のみに触れて、幕府の責任を追求しているものの、 一については、触れられていない。霊装処刑は、同年4月上旬に、富山総領和館に伝達され、直ちに、津島藩の手によって、京都へ改装された後、5月15日に、津島藩在京画廊の古川自在門から、老中、板倉勝清へ提出された。板倉は、江戸の幕閣とも協議を行い、6月5日、津島藩主周儀たちに宛て、八戸淳宿を、 いずれの表面に候なりと、所属が確認できない人物であり、八戸記事を無形の説として、正式に否認すべき旨を命じた。板倉や吉信にとっては、巨峰でしかない八戸の記事よりも、前述した外国奉行、平山義忠の施設団の方が重要案件であり、むしろこの八戸記事への紹介を利用して、朝鮮側に対し、施設派遣を打診しようとしたのである。 翌日には、吉信の側近で、目付の原一之進からも、返答の処刑案について、津島藩に日本が布告強兵のため、海外から大砲軍艦武器を購入しているために、そのような強説が流布しているのかもしれないと前置き、しつつ、日本から施設を派遣し、フランスとの調停を試みれば、日本の行為が伝わり、無根の暴言も評価するだろうと述べている。 この板倉、原の原案をもとに、津島藩は、朝鮮冷蔵への回答処刑を作成した。従来の外交ルート通り、津島藩はこれを和藩滞在中の後信大差し、等しい、孫一郎へ発送。6月29日、等しくらいから東ずまラ氏の提検特にこの処刑が提出された。こうして幕府から、朝鮮政府に対し、正式に、 八戸記事を全面否定する説明がなされたことで、日朝間の外交懸案としての八戸事件は、ひとまず終結する。ただし、同処刑の中で、幕府から釈明のための特使の派遣が提案されていた、ことは、かえって、朝鮮側の疑念を招き、旧約の例に、なしとして、共作、悪役流行、外乱を理由に拒否された。なおも、 吉信や板倉が熱望した平山施設団は実現が遅れ、結局同年の11月25日に軍艦版リューマ丸で江戸を出版するが、大政奉還後の緊迫した情勢下、幕府と薩長軍との軍事衝突の可能性がにわかに高まったため、大阪上陸後に自然消滅している。江戸幕府が公式に発行発言を否定したことにより、 事件は一応落着するに至った。しかし、それからわずか数ヶ月後、党の徳川義信が大政奉還したことにより、外交当事者としての江戸幕府そのものが崩壊してしまう。また、日本による公式否定後も、清し朝領国では、対日警戒感が収まることはなく、数年後の日清修好条旗、日朝修好条旗締結に至るまで、 維新期の日本外交に支障を残した事件となった。幕府による記事内容の全面否定により、八戸事件は外交案件としては一旦終結する。しかしその後も日本、清朝鮮三国の間に八戸記事の問題はくすぶり続けた。明治新政府が成立すると、日朝間には新たに処刑問題が発生する。発端は明治元年に従来の外交ルートである。 津島藩を通じて、日本政府が王政復古したことを知らせる朝鮮への国書の中に、従来使用されていなかった印鑑や、左この絵少々、阿尊、孝、直などの文言が含まれていたこと、礼装三般への故障などが、従来の処刑形式と異なることなどに対し、朝鮮側が難色を示し、国書の受理を拒否したことである。新政府は、その後、藩赤奉還。 廃藩地検を進め、津島藩も消滅。対朝鮮交渉事務務津島藩から外務省へ移管する。柳川一軒をはじめ、これまで時に国書の偽造まで行って、両国の融和を図ってきた津島藩というクッションが、なくなった結果、朝鮮側も態度を硬化させ、処刑問題は長期化した。特に明治五年外務省兼独森山茂、広津博信らが処刑を傾向した際、 蒸気船万寿丸で私や刺したことは、日の江虎、か野と羊用夏宮八の事件で、蒸気船に警戒心を強めていた、朝鮮側を刺激し、これを理由に、我が国訓道、安藤林から拒絶されている。その後大院くんが、杞憂政変で失脚し、対日開国派の牧刑事が主導権を握るが、処刑問題は解決しなかった。これらの情報が日本へもたらされると、 日本国内の氏族を中心に、政官論が沸騰することになる。1873年10月には、政官論政変が起き、西郷隆盛、板垣大輔らが賛議を辞職する騒動となった。一方、日清官には1871年9月13日に、日清修好条記が締結された。理工賞は、対日工賞にあたり、 新国側が意図した目的をほぼ満足させ、柳原崎光を代表とする全県団にも交換を抱いていた。しかし1873年に入ると、再び日本の朝鮮振興への懸念を表明するようになる。李工省が1873年2月26日に、総理我問に提出した書簡には、日本が高来に朝考を要求していると記されており、これが、 八の事件を指しているのか、処刑問題の紛糾を指しているのかはっきりしない。その後日清志館には台湾出兵問題が発生するが、そのさなかの1874年7月には、金佐大人陳茂るみきが、総理我門と李交省にフランス人から聞いた意見として、日本が台湾の後、高来にも出兵しようとしているという情報を伝えている。総理諸門は、 八戸事件の時と同様、速やかにこれを朝鮮に伝え、仏、米と直ちに条約を締結して、日本に対抗することを進めた。この密氏は、朝鮮政府に衝撃を与え、旧流政変後に、排日政策を放棄させる一因となる。八戸事件の際もそうであったように、新国側は、英富津米からの最新情報の審議を確かめること。 なく、和光や秀吉の朝鮮出兵の歴史を重視して、潜在的に日本は朝鮮侵略の意図を持っており、清に対する脅威なりうると判断していることが伺える。なおこの三つ氏への回答では、朝鮮側は、ふっつまいとの条約は望んでおらず、むしろ清から、ふっつ、米、非各国へ働きかけを行うよう要請しているが、清市側はこれに応じることはなかった。 運用号兵士朝鮮高下戦の図1875年9月には解決しない処刑問題の武力解決を図るため日本が高下島へ軍艦を派遣して抗戦した運用号事件が勃発。事故交渉のため翌1876年1月に特命全権大使黒田清隆福氏井上薫らが高下島へ派遣された。この交渉の席上で 再び10年前の八の事件が話題に上ることとなる。僕刑事は朝鮮側に不利な交渉を少しでも有利にするため、日本側のペースによる疑似進行を緩める目的で八の発言を取引材料として用いることを主張し採用された。日本の起源説に行われた両国全権による第一回解消において日本側の井上副全権が 7年に及ぶ処刑問題の責任を追求したところ、朝鮮側全検査ルは、八戸の記事を取り上げ、日本側が朝鮮を侮辱した件を示し、両国関係が悪化したのはこの記事のせいであると反論したのである。日本側は、新聞は政府が関与できるものではなく、各国の新聞はその国の君主の間違いを指摘し、掲載する場合もある。八戸の拒絶については、 千年津島藩主がすでに弁解済みであると再反論し、結局朝鮮側はこの件を取り下げている。もっとも僕刑事は対日優和派で失脚したとはいえ大きな影響力を持つ大院君勢力との対立を制しつつ、はじめから日本とは妥結するつもりであった。結果的には日本側の言い分を受け入れ、日朝修好条旗が締結されることになる。 しかしこの交渉の過程で10年も以前の新聞記事に過ぎない八戸発言が利用されたことは注目に値する。このように八戸純縮が公衆の一新聞に載せた記事は10年間もの長きにわたって日本、清、朝鮮の間に横たわった外交案件となり続けたのである。さて、これまで述べたように日、清、 朝三国の外交問題にまで発展した事件の端緒は八戸順宿なる謎の日本人が公衆の新聞に寄稿したという政官論の記事である。ところが実はこの記事は現在に至るまでその原文が見つかっていない。現在伝わるのは新朝総理我門による引用文のみであり、果たして本当にそのような記事が存在したのか実際に日本人が書いた。 記事なのか、そして八戸淳宿という人物が一体何者なのかなど定かでないことが多い。多母橋清の近代日戦関係の研究上官は、問題の記事は同期5年関東で発行されていた中外新聞の12月12日版に掲載されたとする。しかし当時、関東には中外新聞という新聞は存在していなかった。蘇挙時郎中国新聞紙によれば、 中外新聞は、公衆ではなく、ネーハで発行されていた新聞である。似た名前の、中外新聞7日報という新聞の中文版も、あるが、これは1871年3月に、陳相手が創刊したものであり、問題が発生した1866年の時点ではまだ存在していない。他に、当時の新聞としては、香港先導書かし、中外新報、中外雑誌、 香港中外新報などがあったが、いずれも、広州ではなく、香港市であり、また現存する紙面にも該当する記事は、掲載されていない。新国令部から朝鮮への密使に付された、新聞寺四六五件に関しても、新聞名や日付の記載がなく、どの新聞から転載されたのかは不明である。一方、八戸淳宿という人物は、さらに謎の存在である。 当時香港在住の日本人に、八戸淳宿という人物がいたという記録は存在していない。また日本側の同時代の諸資料にも全く記載がなく、生命の正確な読み方すら不明である。慶応3年2月8日、幕府から上海へ派遣された調査団の亡くらいを何人らが、当時上海に在留していた八戸淳宿に接触したというが、詳細は不明である。 一方、煙山線、九州には、日向国北部に八戸という地名が存在するが、関連は不明である。また、多保橋、近代日戦関係の研究では、旧幕府移動のこととして、大官手第八戸圧、十郎の三男で、合成を帯び寺に改め、明治維新の際、上野国高崎藩の雇いしとなり、藩政改革に参与し、後藤教父及び、 地方の俗官に任せられた。幕末に数度ヨーロッパに渡航した経験があるとしている。しかし、上記の断片的な情報を総合しても、幕末から明治初期にかけてヨーロッパへ渡航した日本人の記録の中に、九州出身の八戸順宿という人物は全く見当たらないのである。一方で、この時期に日本から香港に渡った八戸生の人物に、 八戸喜三郎という者がいた。横浜イギリス総領事館付けの英国国境界牧師バックワースベイリーが発行していた木版和とジボンの日本語新聞、万国新聞によれば、八戸喜三郎は香港に在住し、八条島漂流人のために尽力、終戦した人物である。慶応3年2月に日本諸藩の武士70人とともに南京近陵に赴き、 シナ政府より主観に任せられた。英語に通じ、台湾ほぼ英国人のようであるという。他方、米国総領事館の初期制で、後にハワイへの日本人移民、関連者に関わったオランダ系アメリカ商人版リードが1865年に持病の結核療養のためサンフランシスコに帰国する際、八戸ノヘキサブロという日本人が同行しており、 上記の八戸喜三郎と同一人物と思われる。喜三郎らはハワイに寄港した後、サンフランシスコに到着。バンディードがサンフランシスコで療養滞在中に彼の故郷であるレディングを訪問。さらにロングアイランドに渡り刑務所の見学を行っており、香港に移住後に米国の刑務所に関するレポートを寄港し、僕前年ウェンリードなる者の,の導きによりて彼国に、 遊び実験するところなればと記している。1866年1月にバンディードと八戸はサンフランシスコからハワイ経由で日本に向かうが3月4日船がウェイク島沖で座礁沈没し27日2人が乗るボートがグアム島に漂着して九死に一生を得たという。その後バンディードは6月に横浜に到着している。以上を総合すれば八戸木三郎は 1865年に、都米。1866年に、日本帰国に際して、漂流。1867年に、南京へ移住し、その間しばしば新聞に寄稿していた人物ということになる。1866年暮れに、広州の新聞に記事を出稿し、翌年2月に、上海で、幕府施設と接触したという八戸潤。 祝の行動とは若干祖語があるものの、理想哲は、八戸純祝は、おそらくブ三郎の筆名であろうとし、英字紙座、チャイナメール内に中国語で記事を載せる、中外新聞という欄があって、そこに、八戸の記事が掲載されたのではないかと推測している。一方、共犯者区は、八戸純祝の正体を、日系アメリカ人、浜田飛行像と推測する。これは浜田が、 横浜で、英字新聞を翻訳した海外新聞を発行しており、海外の新聞記事に詳しかったこと。例の記事中に、中浜万次郎の名が挙がっているが、同様の渡米、台米経験を持ち共通点が多い浜田なら、言及の可能性が高いこと。また、八のヘトヒコ、純粋とジョーセフは、音が近いことなどを理由としているが、いささか謙境不快の感を免れない。 新朝の外交を司る国家機関である総理我門が無から事件を捏造したとは考えづらく、八戸淳宿という人物が、この頃香港、南京、上海など南進の港湾都市のいずれかに滞在し、またその八戸が書いた何らかの記事は存在していたと思われる。 しかしこの外交問題の大元となった記事の原文が見つかっていないこと、そして記事を書いた八戸淳宿という人物の正体が不明であるということは注意を要する。現在の青森県に八戸市という町があるが、現在の青森県の藩であった津軽藩の津軽市には、この頃、歴代藩主や家臣ら、例を挙げるなら藩主の津軽淳商や家老家の津軽淳長など、 順の字を名乗る者が多く、また、津軽順長の子で、津軽黒い藩を継承した、津軽つぐみつも存在する。ただし、現在の八の平氏自体は当時、森岡藩南部市の市藩である、八の藩の支配地域であり、津軽市とは関係がない。さらに古くに存在した南部市の一族である、八の平氏も、この当時は南部市を名乗っており、少なくとも、八の平氏本家は、 八の蛇生を使用していないが、青森県内には現在も八の蛇生が多数存在するなど、当時の津軽藩周辺にも八の蛇生の人物が存在した可能性はある。清朝鮮は時県歴、日本は明治5年まで天保歴、明治6年以後は西暦と同じ。ありがとうございます。